皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディからマンソリーゲレンデの続きをお伝えいたします。今回が多分ボンドボディでお伝えする最後になるんじゃないかなと思います。で次回は完成をボンド名古屋からお伝えできると思います。というわけで完成間近のゲレンデを見ていきたいと思います。で相変わらずたくさんゲレンデご入庫いただいております。珍しいマットブラックが2台も、まあ、何でもお気軽にカスタマイズから修理からお問い合わせください。というわけで早速見ていきましょう。早速寄り道なんですけれども、こちらの仙台ゲレンデ、なんとボンド名古屋から運んで作業する予定の車みたいです。で、どっからどう見てもプロフェッショナルなんですけど、なんか実は高年式の仙台ゲレンデ、見てください、このパワーウィンドウのスイッチも格納もしっかりついてて、ナビもついてて、この内装っていう、これでプロフェッショナル仕様。これあのボンドグループで製作した車じゃないんで紹介するのはちょっと若干恐縮なんですけど、こんな車も入庫してるみたいです。でこれ何やってるかっていうと、なんとこのバンパーをスチールのめっちゃ重たいバンパーに交換するそうです。ただ交換するって言ってもパークセンサーはついてるし、ディストロニックのそのセンサーはついてるので、その融合させないといけないみたいです。だからスチールバンパーなのにディストロニックのセンサーがついてて、まあ、パークセンサーなんかもついてるっていう、知ってる人が見るとすごく特殊な前回りになるみたいなんで、その辺はボンド名古屋のブログの方でもご紹介させていただくと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。こんな車もご入庫してます。はい、やってまいりました。もう完成間近で、もう外観が分かっちゃうんでドアップでお伝えしてます。もうエアロの組み込み大体終わってるみたいです。こんな感じですごい造形のバンパー、そしてこの辺のディストロニックのセンサーのこの辺なんかまだついてないみたいです。そしてカーボンフードもちょろっとだけ、まあそれ以上ダメです。はい、こんな感じでマットの、マットだいぶ質感良くないですかこれ。結構マットの車多いのと、まあ、あとはグロスの車でも、まあ、パーツによってはマットのカーボンなんてのは結構レーシーでちょっと新しい感じがします。そしてまたこのマットマットだと一体感というかまとまり感が出てかなりかっこいいんじゃないでしょうか。そして足元はこんな感じでマンソリーロゴのキャリパーに、はい、ペイントでなってます。でこれ今回マンソリーのコンプリートカーなんで、まあ、マンソリーロゴを入れて、まあ、プラッティングシルバーかなで仕上げてありますけど、これいろいろできますんで、まあ、キャリパーペイントだけでもお気軽にお問い合わせください。そしてこれロゴちゃんとステッカーでクリアで閉じてありますんで、まあ、熱が入っても剥がれたり、はい、変色しないような仕様になっております。これブラバスとかでももちろんできますし、まあ、AMG のキャリパーのままロゴのまま色替えなんていうのもできますので、まあ、差し色で入れてもいいですし、内装の色になんか合わせてもかっこいいんじゃないでしょうか。そして横なんかも、はい、こんな感じで、ここ結構パーツでかいんでマットだとかなり目立っていい感じじゃないでしょうか。そしてサイドステップ、はい、ステップサイドステップじゃない、サイドのこのステップもしっかり黒くなってて、マフラーなんかもしっかり入っております。純正と違ってもう真横に90度なんで、もう迫力がすごいです。そしてもうここなんかもう誰がわかるんだよっていう、この辺なんかもちょっと完成時に名古屋店でご紹介しますんで、ぜひ見てみてください。はい、そしてあと1個心配してた、そのこのバイザーのところ、まあ、個体によってだと思うんですけど、今回の車はそんなにノリが残らなかったらしいんで、割とすぐ外せました。もし例えば中古で買った車で剥がしたいとかっていうのがあれば、そういった作業もボンドボディでできますんで、まあ、お気軽にお問い合わせください。逆にもうつけたいぜっていう人はもちろんきちんと処理して取り付けなんかもできます。続いてちょっとだけ紹介したいのはこちら、 S クーペやってきました。なんと今回これいろいろカスタマイズで入庫してるみたいです。まあ、今回の一番のメインの作業としては、まあ、後期化の第一歩ということで、前回りバンパーがごっそり交換されるみたいです。まあ、当然グリルなんかも変わっちゃって、後期ルックになるみたいです。であとはちょっと見てください、これ足元、なんとブレーキキャリパーがブラバスに、そしてキャリパー自体もこの紺色、この紺色がどこから来ているかというとですね、なんとこのルーフとあと内装、これめっちゃおしゃれさんじゃないですか。この内装のちょっと内外装のワンポイントにこのキャリパーの色を合わせるっていう、こう赤とかゴールドにしたいところをこの紺色でやってあるという。そして今回ブラバスのパーツもいろいろつけてるんで、センターのオーナメントなんかもちゃんと B マークになるみたいです。あとはリアですね、
リアも今回バンパーが外れてるんですけれども、なんとこれマフラーもブラバスになっちゃってます。こんな感じで、ど素人土屋なんでバンパー外すのにテールランプも外れてるんですかって言ったら、いやテールランプ外さないと安全に外せないんですっていうことです。ここがちょっと引っかかっちゃうんで、まあ、ちゃんとテールランプ外してからバンパー外してるみたいです。そしてブラバスのマフラー、きちんと E マークもついてますんで、まあ、迫力のサウンドを楽しみつつ、まあ、保安基準なんかもバッチリな製品になっております。で結構 S クーペ後期化定番のカスタマイズだと思うんですけど、やっぱり前期後期でエンジン違うんで、この前期のこうのぶといサウンドのまま後期の外装で結構理想的な車が出来上がるんじゃないかなという、はい、こんなのもできるそうです。そして今回タイヤホイールはノーマルですけれども、これは期待しちゃっていいんじゃないでしょうか。ちょっとあの僕何も聞いてないんで、期待しちゃっていいんじゃないでしょうかなんて言って交換する予定がなかったらちょっと寒いんですけど、期待していいと思います。多分こんなのもちょっと東京店のご入庫いただいている車なんで、まあ、東京店のブログだったりでこの先続きをお伝えできると思いますので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで今回はボンドボディからマンスリーゲレンデの続きをお伝えしました。次回最終回カスタムの内容を全部ご紹介させていただきますので、ぜひご視聴ください。そしてこの後作業の動画もありますので、そちらもぜひ見てみてください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Yourself. I can see the end inside. Three, two, one.
Hardwired.